出川哲朗が30日深夜放送の出川一茂ホラン不思議の回で、芸能界史上最強の女性タレントを実名で明かした。冒頭のトークでタレントのホラン千秋が最近仲良くなったと主張する滝沢カレンの話題を挙げ、ホランは天然は天性だから狙いではないじゃないですかなどとカレンの凄さを語った。すると出川も同意し、彼女は本物の天才、多分もうマジで芸能界史上最強の女性タレント、ひょっとしたら僕だけじゃなくて絡んでる全員思ってると思うと絶賛、ひょっとしたら最強じゃないかっていうくらいもう天才に言っちゃってるからと力説した。その理由についても明かし、もちろん天然の部分もあるけど、ちゃんと言葉を自分で選んで、いやあれは化け物だねと感嘆した。それを聞いたホランもそう、本当にそうですよね、しかもいい子だしとうなずき、出川もそれで綺麗だしと納得した。出川のカレン分析はまだまだ続き、彼女がすごいのは面白いだけじゃなくて、たまに詩人みたいなポエムみたいなことを普通にポロッと言うんですよ。長嶋一茂もそれの節々はほつれてたり間違ってたりするんだけど、それも面白いんだよねと共感した。出川はあの子本と詩人にもなった方がいいと俺本当に思ってて、書いてる本とかも見てほしいんだけどと、カレンの大ベストセラーとなったレシピ本、カレンの台所の一部を紹介。料理本も出してるんだけど、砂糖の量が大体とか、そんな料理人今までいましたと驚いていた。